海津大崎の船着城海津大崎は、滋賀県高島市牧野町海津にある、琵琶湖にせり出した岩礁地帯。琵琶湖八景の一つ。高島市牧野地域を含む湖西、湖北一帯の湖岩は、継承の地として有名であるが、海津大崎の岩礁はその中でも、随一の景観を誇っている。青く澄んだ、静かな湖面に、 東山を主砲とする緑の沖山海がどっしりとそびえる様は、比較的平坦な地形の多い琵琶湖において稀な景観を呈し、神秘的かつ竹だけしい雰囲気を醸し出している。2015年4月24日、琵琶湖とその水辺景観祈りと暮らしの水遺産の構成文化財として日本遺産に認定される。湖岸に広がる桜大崎寺より望む。 桜並木海津大崎付近の滋賀県道557号、西野在牧野千沿線には多くの桜が植えられており、観王の名所となっている。1990年3月には日本桜名所100選に選定された。桜並木は1936年6月に大崎トンネルが完成したのを記念して、海津村が植樹したものである。 満々と水をたたえる琵琶湖の青と東山連峰の緑の間を可憐なピンクの花びらが帯状に伸びる景観は奥、琵琶湖に春の訪れを告げる代表的な風物詩である。例年4月中旬には延長約4キロメートルにわたって約600本のソメイヨシノが咲き誇り、美しい花のトンネルを散策する多くの観光客で賑わう。この桜並木の誕生は 海津村による植樹に先立つこと5年前、当時滋賀県高島地方事務所に道路補修をするおさむじ作業員として勤めていた、胸と性七在住が作業の合間に、自費で購入した若木を植えたことに橋を発する。ソードは、当時未補装であった剣道の改良や補修を日常、業務としており、助手二人とリヤカーに土砂を積んで、毎日巡回し、 くぼみに土砂を埋めたり盛り上がっている場所を削って平らに、するなどの作業に携わっていたが、重労働の疲れを癒してくれたのが、道から見える、澄み切った、琵琶湖と沖に浮かぶ竹部島の姿であった。愛着のある道に何か残したいと思った騒動は、桜の並木があれば景色が、華やかになると考え、自力で桜を植え始めた。3年後に、若木が花をつけ始めると村の青年団も、 協力し始め、総度の指示により、団員がリアカーで水や土を運び、若木がしっかりと根付くよう食事を行ったことが、後の桜並木を作る大きなきっかけとなった。その後も、地元の人々や観光関係者たちがこの桜並木を大切に育て、度重なる豪雪や崖崩れによる被害の際にも、黙々と捕食するなど守り続けた。海図大崎の桜も、 管暦を過ぎ、受精も、かつてのような勢いはなくなってきたが、牧の地域住民の誇りとも言うべき、桜並木は大切に守り育てられ、後世に引き継がれようとしている。交通渋滞の様子例年、観光客の多くが自家用車や観光バスで乗り入れ渋滞するほか、一部の湖岸を除き歩道の整備などもなされていないため沿道は、激しい混雑となる。このため、 高島市などでは対策として交通規制の実施や臨時駐車場の設置及び臨時の乗り合いバスの運行などを行っている。これらの施策は年によって詳細が異なるほか桜の開花状況に合わせて随時変更されることもある。一方通行規制については近年は満開が予想される特定の週末2日間のみ実施されている。また、 臨時バスの運行については一例として、臨時駐車場を設置する牧野駅からのシャトルバス及び、道駅及び、長原駅や道の駅牧野追坂峠などとを結ぶ、循環バスの運行実績などがある。なお、過去には一部区間を車両通行止めとしたこともあった。鉄道においても、同期間は、大見今津駅にて切り離しとなる、新快速の後部基本編成を全部につなぎ替え、 長原駅まで先行させる臨時ダイヤが組まれ、京都駅と長原駅を往復する臨時の新快速も設定される。このほか古城についても多くの遊覧船のほか個人利用のカヌーカヤック及び小型船が集まることから、市や高島警察署では注意を喚起している。ありがとうございます。